ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、春フェスの服装についてお話したいと思います。このチャンネルでは楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、先日春フェスの持ち物について動画を上げていて、今回の動画と合わせてみてもらえると対策は万全だと思うので、見られていない方はそちらも見てもらえたらと思います。で、今回は服装編ということで、去年も同じような動画を出していて、内容はさほど変わらないとは思うんですが、毎年新しく作り直すことで少しでもアップデートしていけたらと思っています。また春フェスとは言っても屋内型や野外型、都市型や郊外型と種類がありますので、用途に合わせてご準備いただければと思います。では早速ですが、上から順に上げていきたいと思います。まず最初は帽子です。これに関しては持ち物編でもお話していますが、念のため上げておきます。屋内では不要となりますが、野外だと春とはいえ日差しが強い日もあるので、持っておいた方がいいと思います。種類は何でもいいとは思うんですが、個人的にはハットを示していて、首元も隠れるし、蒸れないように通気性のいいものや、ストラップ付きだと風で飛ばないし、一時的に外したとしても首にかけておけば手が塞がらないので便利です。また撥水性もあれば、小雨程度なら弾いてくれます。次は T シャツです。春フェスにおいては半袖だとまだ寒いと思うので、ロン T をおすすめします。で、バンド T シャツを着ていくと仮定して、おそらくバンド T シャツは半袖ばかりで、長袖はあまり持っていないという方は多いのではと思います。なのでその場合は下にロン T を着て、バンド T シャツを重ね着することをおすすめします。これだともし暑い時はロン T を脱いで半袖になることができます。その時に気をつけてもらいたいのが、 T シャツとロン T のサイズ感で2つのバランスが悪いと見た目に関わってくるので、行く前に一度着てみてサイズ感を確認してもらえたらと思います。またバンド T シャツと着座しやすい薄手のパーカーなんかを組み合わせるのもいいと思います。続いては防寒着です。持ち物編でもお話しているんですが、春フェスは寒暖差があるので必要で、ポケットブル仕様だとかさばらないのと、撥水性もあれば小雨も弾いてくれます。そして次はパンツで、夏フェスにおいてはショートパンツ一択なんですが、春フェスにおいてはまだまだ寒いので、レギンスとショートパンツというスタイルだったら気温に応じて着脱も可能です。ちなみに個人的にはレギンスはフィット感が苦手で、去年の春フェス夏フェスに大活躍したのはワークマンの耐久撥水トラベルシェルパンツというもので、撥水性はもちろんストレッチが効いているので動きやすく快適なものとなっています。さらにポケットブル仕様なので持ち運ぶ場合にも便利です。また税込み1900円と買いやすく、先日購入した丈の短いタイプは1780円となっています。ちなみに注意点としては、作りが若干小さい印象で、僕はワンサイズ上を買っているので、オンラインの場合はサイズ表記の確認が必要だし、店舗で買う場合は試着をお勧めします。あとこのパンツは限定生産となっているので、品切れの場合もあると思います。この他にもワークマンにはフェスにおすすめのパンツやウェアなど色々と揃っているので、また別に動画を作ろうと思っています。そして最後は靴です。屋内フェスや野外フェスでも春の場合は履き慣れたスニーカーで十分だと思います。野外フェスで前日まで雨で地面が濡れている可能性があったり、雨予報だったり、山のような天気の変わりやすいところでは防水仕様のトレッキングシューズが安心で、レインブーツがあればさらに安心です。レインブーツに関しては持ち物編でもお話しましたが、日本野鳥の会のレインブーツがおすすめで、履き口が絞れて雨が侵入しないのと、折りたためができるので持ち運びに便利だし、別売りの中敷きを買うと履き心地は良くなるので、一日中履いても使えないです。ただ定価が約6000円と、長靴に6000円は高いと感じる方もいるかもしれないんですが、僕自身も6年前に買って靴でしか使わないから未だに使えるので、現時点での使用で1年間1000円と考えるとそんなに高くは感じないのではと思います。とはいえ初めてのフェスで毎年行くかわからないので、費用を抑えたいという方はシューズカバーをつけるというやり方もあるので、選択肢に入れてもいいのではと思います。と今回は以上の内容になります。春フェスは年間のフェスでも一番快適なフェスだと思っていて、初めてのフェスにもすごくおすすめです。ただ唯一の注意点というのは、日中と夕方以降の寒暖差で、4月の最低気温は地域にもよりますが10度前後と冬場の気温並みなので、フェス当日の気温はもちろん最高気温と最低気温のチェックはしておいた方がいいと思います。今回の動画で一つでも役に立ったことがありましたら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。またフェスに関しての動画は今後も上げていきますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。今回は春フェスの服装についてお話ししました。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。